皆さんんこにえと今日はピアノからピアノ以外の何か気になる音がするっていう聞かれることが多い現象について4つご紹介したいいと思います、はいはい、あの今回は故障ではないケースについてですね紹介していきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願,しお願いします。まずピアノの音 以外に何かこうジイジイ、ビビ音がしますっていうのを結構聞かれることは多くて、はい、ピアノの特定の周波数にこう振動して、うん、普段そんなに振動しないところが振動してしまって音が出てしまう,うん、うん、でこれを共鳴っていう言い方をします。うんはいで これはこの音を鳴ると、どこでその音がしてるかなっていうのを特定していく作業になりますね。うんうん、そうですね。なのでこう変な音がするので気にはなるんですけど、何かが振動してるだけなので、そんなに心配はいらない。うんうん、そうですね。うん、一緒に響いてるだけなので、壊れてるわけではないんですよね。うんねうん、はい。うん、で、えっと今ちょっと調整中のピアノでちょうど出ているものがあったので、見ていくと、はい。はいはい うんあなんかジッジッジってピアノの音じゃない音が一緒に,一緒にちょっとカメラにどれだけ乗るかがあれなんですけど、うん <laughs> ね、ちょっとちゃ、うんぞ的な音がしますよね、うん、そうですね。 でこれはこの今のについてはここがなってるなっていう感じがしてうこういう金属の長板とかお家の照明がなってたりとかガラス系のもので窓だったり置物とか写真立てとかあとはこう時計の枠。枠とかカバーとかですかね。うん いろいろ置いてたり飾ってたり<ー>とかするとす、ねうん、メトロノームとかもなってたりしますね、うん、そうですね、結構あれも響いたりしますね、うん、なのでそれを取り除いてあげるとならなくなる、うん、で、ただこれは毎日出るわけでもなかったりしてそうですね、うん、本当に温度とか湿度の変化で変わってきますよね なのでまあ基本的には調律師呼んでいただいてどこが鳴ってる原因かなっていう特定をしていくっていうふうになるのでお電話いただければと思いますけどただこのお伺いする時に鳴ってないと原因が探せないっていうふうになるのでそれだけちょっと気をつけていただけると いいのかなと思います、ね。もしピアノの上何か物を乗せてる状態であれば、はいうん、そのまま乗せたままで触らずにしていただいた方が共鳴のそうですね。いろいろ探しやすいですね、うん。調律の時とか全部避けといてくださったりするんですけど、うん、共鳴の時についてはそれが原因だったりもするので、そうですね。そのままの方がはいありがたいです。はい、そうですね。はい。 消音付きのピアノとかを考えてらっしゃる方でたまに言われるんですけど消、うん、音機能を使った時、はい、あの音が消えて静かに弾けるっていう印象で来られて「あ,うん、あれ?あれ」カタカタカタカ,タカ,タカタかって これは、うん、えっと小音の動画の時にもお話ししたんですけど弦を叩かないのでピアノの音は出ないんですけど、うんうん、内部のアクションとか鍵盤は動くので。 このカタカタタ音は消せないんでですすよねねそう全く無音になるってわけではないんですよね。そうですね、うん、でこのコトコトした音って普段も鳴ってるんですけど、うん、普段はこはピアノの音でこう、うん、そっちの方が大きいのでそんなに気にならない。はい なってはいますね、うん、なのでたまにこの生音の時でも「このコトコトした音なんですか?」って聞かれることもあります,そで,す、ね、稀ではありますけど、うんうん、これアップライトピアノのアクションモデル、うん、1一件分を取り出したものなんですけど鍵盤を押すで離すと鍵盤だとここですよねここが落ちる音。であとは 例えば分かりやすいとこだとハンマーがこのクッション緑のクッションに落ちる音とかそういういくつか落ちる音落下音みたいなのがあってそれがコトコト聞こえるこうガタつきのとかとはまた違うこれは本当に、うん、そうですね、うん、ただこう戻る時になってしまう当たる音ですよね。いはい 他にも言われるのが真ん中のペダルこの弱音ペダルを踏んだ時に演奏すると、はい、鳴らしてるのとまた別の音が聞こえる、うん、ヒャラヒャラチャラチャラ音がするっていう風に言われたりするんですけれども、うん、まずこの弱音ペダルの仕組みがこうフェルトが弦とハンマーの間に挟まるんですけれどもセクションごとに1枚のフェルトっていう感じになるので。うんうん 特にこの高音の方だと音をこう止めるダンパーもないのでこの辺りとかちょっと今「し」のフラットを弾いてるんですけどそれ以外もなんか「ひゃん」ってなってるの伝わるかな <laughs> これとかは。 結局こう叩いた時にフェルトが他の弦にも一緒に当たってしまってどううううししてててもここれははってしまうっままいうところででありすすねそうですねそただお店のピアノで鳴ってるのを結構探そうとしたんですけどな、うん、なかなか見つからなかったですねちょっとこれも位置をわざと下に下ろして下ろして何とか鳴らしたみたいなところはありますね。 ので全部が全部っていうわけではなくって、うん、気にならないピアノもあるしたまにこうやって気になるものもあったりっていうところではありますね。はい、でこれはこのピアノ自体はちょっと今あんまり気にならないんですけれどもちょっと説明ということでこう、右ペダルを踏んだ時にシュッって音がするっていう風に言われることもあります。うんで スプライトもなんですけどグラウンドの方がちょっと分かりやすいかなと思うんですけれどもでこれがなんでじゃあシュッて音がするかっていうとこのピアノの中にあるダンパーっていう部品があるんですけれども、はい、このフェルト弦を押さえる部品になるんですけれどもこれがこう弦に当たる音フェルトが弦に当たる音なんですけれども特にこの W 型になってる。 部分とかあとは低音の方のこの三角の形をしているこの辺りが弦にこう挟まるような形でフェルトが入るので、うん、それがこうシュッて擦れるのが特にこうダンパーペダルって全部一気にカッて上がるので。 それれががちょっっとと気にになななるるなていいいう思思われる方が多いのかなと思いまでも、ねまあ、もちろんこれも個体差はあるのであんまり気にならないよっていうピアノもあると思うんですけれども不具合ではないですそういうちょっと構造上のっていうところではありますね。はい ということでいろいろ見てきましたけれども多分使ってていろいろ気になることとか疑問とか出てくるかなとは思うんですけれどももし何かこう不安に思ったこととかこれ故障じゃないかなって思ったことがございましたらいつもお世話になってる調律師さんだったり楽器店さんに相談してみるのもいいかなと思います。うん、そううでですすね共鳴とととかかはよくああるっってていう話もししたたんんけどうん、うん、ここななな意外ろまればあ コメント欄でお聞かせくださいぜひお待ちしていますちなみに小林さん実家のピアノで何か共鳴こういうのあったなとか印象に残ってるのありますうちはずっと譜面台がなってました特に調律師さんにこれなんとかなりますかとか言うこともなくもうなってるもん言われうんそうですねこの動画がいいなと思った方は高評価ボタンと あと、チャンネル登録もお待ちしております。は,い、はい、よろしくお願いします。